はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はシャドーバースの方、やっていきたいと思います。今回なんですけども、アンリミテッドの方のね、デッキでして、久しぶりに使いたいと思います。鉄壁の城塞。これは、2コストの、アミュレットガードで、バニッシュ機関が出るたびにヘビーナイト一体を出すという能力ですね。これを使えば、先行と、で2ターン目に鉄壁の城塞を置きつつ4ターン目にリーシャを出せば、先行はね、4ターン目には進化できないんですが4ターン目から進化ができます。なのでまあそれの動きが強いですよっていうことで前動画出したんですけども、まあその時のデッキと比べると、ちょこっと変えたのは、司令官だったりつまずきだったりワルトゥーだったりですかね。あとしのぎ王子も入れてるので、アンリミテッドの環境でも頑張れば勝てるんじゃないかなと。しのぎ王子の選択できないのはかなり強いよってことで、今回はこのデッキでやっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあやっていきましょう。お相手さんはエルフ。1万6000だとポイントかなり持ってるな。どんなデッキなんでしょうか。まあなんとなく予想はつくけどね。1コストのゴキブリか、アマツとか、まあどっちかなって感じですけど、まあ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 白黒はいいですが、そうですね、司令官は3ターン目になるかな、置くとしたら。さあ対戦よろしくお願いします。城塞が来てくれる。一応城塞がなくても多少動けるであろう感じで作ってはいるんですけど、やっぱあるのとないのではかなり違いますね。あと今回お相手さんがエルフなので手札に城塞が戻ってくることもない。これはフェアリーをいっぱい手札に行くタイプなのかな。だとするとアマツもしくは新鉄が怖いですね。ここでこのアミュレットを使ってくれるってことは、多分アマツ新鉄なんでしょうね。これは1コスゴキブリをキーカードとしたデッキであればあくびとして使うことが多いので、いやいいや、これはもうこれは6ターン目にエンハンスで使って、手札に2枚取ってきましょう。これでどうだろうか。もし次リーシャが来たら熱いですよ。リーシャが来た場合、北条の司令官だっけ、この司令官がね、進化したフォロワーの体力をプラス2するんですよ。取れない、まさか取れない。対空射撃があるのかな、嫌ですけど。まさか手札にないですか、司令官。まさか生き残っちゃいますか。なんかこれありそうな気がするけどね、この時間この時間はありそうな気がするけど、どうなんでしょうか。ない、まさかない、まさかなくて、あーもう取れないよみたいな感じになってる説。それか何を手札に戻すか迷ってる。いやでもかなりアマツに対してっていうか、アマツデッキだとするといい感じに動けてると思うんですけどね。あっ、対空射撃。アクティブエルフメイが、手札に戻ったってことは怖いっちゃ怖いですね。とりあえずイメラ、お呼びです。これで盤面にはいっぱい並べておく。さてここで新鉄してくるとめんどくさいけど、エアリープリードアマツ、まあ発動するフェアリー、何して遊ぶ。もう顔しか見ないつもりだな。そうか、顔しか見ないつもりだ。リーシャ遅い、あと1ターン早く来てくれればね、一番やりたかったってことができたんですけどね。まあ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 いいですよ。一応エンジシの大丈夫もう一枚入ってるんで、それのことを考えると少しでもフォロワーは的としてのフォロワーは多い方がいい。
サルミナスメイジで上から取りましょう。お相手さんからするとこのルミナスメイジは、残しておきたくないでしょうってことでね、2点分はこいつが吸ってくれるんじゃないかなと。さあフェアリーまみれ、もしかして残り3枚もフェアリーか。フェアリーなっつ、そうでした。メイちゃん今手札に2枚ありますよ。メイちゃん、ただこれでね、いい感じに持ってこれるわけがないよな。的を少なくする作戦か。頼む、生き残れ。やったぜ。でどうするんだ、はあ、取らない。いやまあ有効活用はできねえけど、とりあえずリーシャと、ああそうか、そうでした、勝手に実践化するんでした、忘れてた。じゃあ死んでもらって、お願い。でワルツですねこれは。で4体除去して、相手の手札全部フェアリーってことはないし、アマツしかやってないので、フェアリーがたとえ 1,2 枚3枚くらいあったとしてもリーサルはないはず。妖精の森、これはターン終了にフェアリー1枚手札に加える。バッタの指揮者、攻撃力3までの、なるほど、これであいつを持ってくるのか、アマツを。さあこれでアクティブエルフ名を進化して取る。誰を取る、まあリーサ、必殺は除去してくるっていうことですね。まだ戦えるのに、ワルツ、まあとりあえずこれは確定。ブラボー、白黒ケットでイメラじゃなくてマグナスさん、マグナスさんからのワルツも出していいかな。ワルツも出しましょう、出しましょう。ちょっと最後まで迷ったけど、どうしようか。こっからお相手さんがアマツもしくは新鉄をしたとすると、何盤面ロックだと、やらかしたか。さてこれでお相手さん全体を除去できたとしても、私の手札にはアルベールさん、どうだどうだ、アマツに勝った、よっしゃい。アマツいるんだねやっぱ。まあアンニミの方がフェアリー稼ぎやすいもんね。はいどうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね、バイバイ。